と名古屋といえば、あのね、マテウスのゴール、すごかったね、なんかようやくこうエンジンかかってきた感ありますからね、最あのちょっとユンカがつって、どうすんのどうすんのみたいな、ねあの、そうね、いいね。ねー最初、ちょっとね、息合わないのが開幕後見られてましたけど、うん、だんだん、あれ見とね、そうですね、なんか、息合ってきた感がすごいありますね あと、名古屋としては最初にね、菅のセレスにやられてしまったのがあるから、ちょっと怒りの3得点でもあったのかな、なんてちょっと思っちゃったりはしましたけど。なるほどね。え、野上祐希。あらま。こちらもベテランですよ。そうですね。もう30歳になったばかりですけれども、ただまーさん、皆さん、ここ3、4年だけでも、名古屋って広島から、千葉、宮原、稲垣と、 上腹体制からけ3人の広島から名古屋の移籍があるんですよ。うそうなんでしたね。うん。ちょっと、あの、年俸も高く出してるって話も噂としてはあったりするんで。ね、うん。さらには野上選手、サイドバックもやる選手なので、はいうん、こうあの、ボール例えば自分でこうディフェンスブロックした後、相手のフォワードのプレスを1枚剥がしてドリブルで持ち運んで前方にパスとかもできるから、うんうん こういう選手はあまり名古屋にいないかなと思うので、ねうん、いい移籍になったりもするんじゃないのかな,な、<や>名古屋はね、やっぱり24年出身、24年にね、プロ入り組の坂木原くん増井くんって、もともとやっぱり名古屋の株組織組っていうのはね、この辺りってこう高校の方でもめちゃくちゃこう勝ちまくってた時代でもあるから、結構注目されたところになりますけど、この辺りの2人にも、えー、今年からも出てくると思うので、注目しておいていただけると助かります。 そして続いてが、この世代一番最初に注目されたディフェンダーだったと思いますけど、え、京徳 A 選手でございます。お父さんもともとは、まあ、名古屋、まあ、J リーグの前前進ですけど、うん、あの、プロでやられていた方にもなるんですが、そう,すかそう。ははは名古屋は中学生の時からこの行徳選手を追っていて、うん、ちゃんと獲得したっていう感じになっていて、うん、高さもあるんですけど、やっぱ静岡学園出身ということもあって、うん、足元でも戦えるディフェンダーでございます。うん、はい。 はい。なんで、<ー>彼なんかも結構早いうちに、えーうん、ポジション掴んだりすることもあるんじゃないかと思いますので、注目いただければと思いますね。気度来てきたぜ。はい。は<ぁ>ちょっとね、えぇ、ー、名字がなかなか聞いたことないって言っているかもしれませんが、えぇ、徳 A 選手。徳 A さん。はい。 はい、<ー>静岡学園の、まあ、キャプテンセンターバックってことになりますけど、うん、思いをもしかしたら、ニュースずっと追っかけてる方からしたら、2004年生まれという、あのパリ世代の一番弟の世代になるんですが、うん、高校1年生、中学3年生あたりだったら、彼が一番最初にこの世代に名前出してきたんじゃないかなってこ、<ー>なんとなく僕は記憶う、うん、してるかなってのがありました。うん、たただだちょっっと問題だったのがあの 結構、怪我連続みたいな形があって、あの全国大会とかも静岡学園に出たんだけど、京都選手、なかなか出られなかったんですよね。10分出たかなぐらい、全体で合わせてとか、うんで、それに苦しんだのがあったから、今年がちょっとね、えー、昨年のリベンジみたいなところになってくる。年年生まれ5年生まままれれででございますいでございますそうですね、うん